最初の時期に脅されようが何されようが、やっぱり最初にそのでっち上げであろうが何だろうが、その自白調書というものに参してしまうと、うん、後でそこを出てからですね、うん、その法廷の場で、無実を立証するために、うん、戦おうと、全くそれが、うん、まあ、なんて言うんでしょう、あの勝ち目がないと言いますか、まあ、至難の技至難の技というんですかね、そういう現実ってあのこれ、まあ、一般の方が見て、いますんで、あまり知られてないというか、私もよく分かってないんですけど、うん、現実はそういうものなんでしょうか。もちろん時代によって変わりつつあるところはあるんですよね、うん、逆に言うとそういった自白などに頼らずに客観証拠にという方向性自体は、これは裁判自体 もう始まってますし、流れとしてはあることは否定しません。ですから私だったら例えば30年の弁護士経験に一応あるわけですけども、うん、今おっしゃったような話でね、はい、一旦自白したしちゃったものの証拠としての適格性といいますか、証拠能力っていうのは言うんですけども、はいはい、それが公判定で、まあ、証拠能力を認めないというケースは、はい、30年前は確かにそれは無罪事件、無罪判決を取るより難しかったんですよ。つまり証拠としては認めるんだけども信用性 を、まあ、否定するみたいな判断はね、これはまあポツポツポツといわゆる冤罪と言われている事件の中であったんですけども、証拠として認めないなんていう判断は長らくなかったんですね。自白の調書を証拠として認めない。ただこの例えば10年、5年のスパンで区切ってみれば、そういうケースは以前に比べれば増えてることは事実です。証拠として認めないっていうね、そういうケースが、もちろんまだまだ少数ですよ。少数だけど昔に比べれば、そういうケースは増えてるのは事実ですね。だからそういう一定の時代の流れはあるので、一挙にくくってしまうことはできないんだけども、ただまあ我々は正直申し上げて捜査弁護で必ずアドバイスしますよね。署名しにして、間違った調書に署名しちゃったら、もうダメだとやっぱ思ってもらうところもある。逆に言えばね、そういうアドバイスせざるを得ないわけですよ。やはりそんだけの現実があるからです。もちろん、そうは言っても後半で今申し上げたみたいに、比較的最近は証拠能力を認めないという判断を下してくださる裁判官が、裁判所が稀にいますけども、まあ、やはり稀だというのが、それは強要されたからとか、はい、そういう点でこの認めないというふうにされるんですか。その裁判官いわゆる任意性っていうんですよね。任意性、つまり、まあ、任意性というのは法律用語なんですけども、はい、平たく言っちゃえば自発的にっていうことですよね。ところがその今まで任意性で証拠能力を認めないという判断がめったに出なかったのは、うん、まさにこういったはなんだけども、殴る蹴るがあればね、うん、それ拷問がありゃね、うんうんうん、それが事実認定できればそれは証拠能力を飛ばしてたんですよ、うんうんうん、でもその心的強制のレベルだったらなかなか飛ばせない、うんうん、つまりやはりいや何のかんの言っても自発的に判を押しとるやないかと、こういう発想で裁判所が今まで証拠能力を認めてきたのは事実なんです。ただだんだんとこういってはなんですけども、いや身体的な強制がなくても心理的な強制であっても自発、いわゆる任意性自発性というところに、まあ、瑕疵というんですかね、まあ、傷が生じるということで任意性の疑いがあるという方向に見るべきではないのかなという見解がかつてに比べれば増えてきている。それともう一つの問題はその任意性の基準そのものがそういう形で今はね、極論すればですよ、はい、広く見る人たち、広く見る裁判官は、はい、誤導誘導、強い誘導、はい、そういうものがあって調書に参与してるんだったらやっぱり任意性の疑いの領域に見ていこうという発想が一方ではあるんですよね、うん、そこまで、まあ、あるレベルまでようやく来たというところが一方ではあります。ともう一つはその任意性の立証責任の問題なんですわ。今までは水かけ論に必ずあるんです。法廷で被告人は俺はこんなことをされた、逮捕された、はい、取調べ官は法廷に出てきて私は何も誘導も誤導もしてません、はい、殴るけどましてしてません、はい、とこういうこと、まあ基本的にはそういう水かけ論になるわけですね、はい、で完全な水かけ論になった時になぜか日本の裁判官は、はい、まあ取調べ官、警官、検察官の方が本当のことを言うとるんだろう、はい、被告人の方が罪を免れて上がってちょっとまあオーバーに言うとるかでっち上げとるかするんだろうという判断する裁判官が正直申し上げて圧倒的に多かった。ですから水かけ論になった時にほとんどのケースでですから被告人の言い分が認められずに取り調べ官の言い分が認められて自白調書の証拠能力が認められるというこういうパターンを繰り返してきたんです。でそこについてもやっぱりここ数年と言っていいんだけども変化は見られるわけです。
水かけ論でどっちか分からへんかったら、はい、立証責任は本来検察官にあるんやから、立証を果たせなかったんやというふうに言うべきじゃないかという裁判官が以前に比べればね、増えてきていらっしゃるのは事実です。強制的な誘導、まあ、拷問とまでは言わないけれども、強制的な誘導とか、非常に苦痛を与えたというようなことが水かけ論で行われたらば、なかったということを検察側が証明しないといけませんよと、こういうのがかつてはほぼなかったんだけれども、認める、そういう考えに立つ裁判がごくごくわずかですけど、現れてきた。これはそういう流れに今後なっていくんですか、それともまだまだ例外で今後も例外であり続ける。私はなっていくと、まあ、楽観論が思われたかもしれませんが、思ってるんですよね。それはもう何かでもまさに裁判員なんです、そういう議論が実は起こってきたのも裁判員裁判を控えたからなんですよ。もう今はもう施行されてますけどね、はい、控える中でじゃあこの長所の争いをどう裁判員に判断してもらうのかという議論が当然起こってきたわけですよね。でその時に実は今までその日本の裁判が真面目は真面目ですからね、その自ら真面目は真面目という言い方非常に礼を失した言い方になっちゃったら怖いんだけども、長所をきっちりこれ調べてはるわけですよ、もうものすごい票を作らはるわけ、逆に言えば、でどこでどう変遷するかしてないか、取り調べ官はじゃあそこでどういう証言をしたのか、被告人はどう言ってるのかをものすごく緻密に調べた上で、まあ水かけ論っぽいけどもっていうような形でね、ある裁判官はやはりそのどちらかに軍配を上げるという形で、ただその作業というのはやっぱり裁判官にとっても至難の技というか非常に難しい認定作業なんだということ、これはまあどんな裁判官でも認めていらっしゃったんですよ。でそんなことを裁判にさせるのかというこういう議論になってきたわけですよね。それやったらもう分からへんかったらバッサリ切るという方法しか、それ方向性としてないじゃないかという議論が一方で出てくるのと同時に、全過程の録画、録音ですよね、もう可視化したらはっきりするじゃないかと、可視化しようという流れが出てきたのは、やっぱりそういう傾向、流れの一つですよね。